センターっていうのはどんなところかっていうのはちょっと聞いてみないとわからないので、今日はいろいろお話を伺うことにしました。よろしくお願いします。まず自己紹介よろしくお願いします。はい、中央区消費生活センター相談員鈴木と申します。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、そして、はい、あの事務をやっております倉本と申します。はい、よろしくお願いします。あの今日はあんまり分かってるようで分かってない、いや消費生活センターってあそうだろうなと思いながらも実態はどうなのかっていうところをしっかり伺いたいなと思って伺いました。はい、消費生活センターってそもそもどんなところなんですか？はい、あのテレビとかね、ラジオとかでよく消費生活センターという名前はお聞きになっている方が多いと思うんですが、あの消費生活センターって何ってよく聞かれます。はい、同じ質問されるんですが、はい、これはですね赤ちゃんからお年寄りまで消費生活に関わることだったら何でも受けてるというところです。そうすると何か契約して何かを買うということは全て関わるってこと、はい、関わります。それ購入する契約関係から危害危険ですとか、ね、食品の安全ですとか全て、はい、あの一応窓口になっております。はい、あのいろんな分野があると思うんですけれど、はい、こうやって拝見しますといろんなご案内がいっぱい並んでますよね。はい、それだけ幅が広い、幅が広いんですね。はい、もうこれだけでもうすごいな、消費生活ってすごい大変だなっていう感じですね。そうですね、あの国の機関としては国民生活センター、はい、あと都の機関としましては東京都消費生活総合センターがございます。はい、そちらの方から来ているパンフレットとか、はい、業界団体ですとか、はい、あと事業者さん関係でいろんな啓発活動をやっている資料がどんどん消費者センターに送られてきますので、はい、それを皆様に手に取ってで勉強したりとか、うん、あの生活 の、はい、あの情報源として活用してもらっている場がこの資料、ここですね。そうです。はい、で、まあ、こちらがうちの区東京都国民生活センター関係というふうに、あ一番左が中央区のもの、中央区はこちらのそのあたりを止めたところですね。はい、はい、それから東京都がこれは全部東京都、はい、あの上の東京暮らしネット、ここまでが東京都が毎月出している消費者情報誌。あ、こんなのがあるんですか？出てます。インターネットでも見ていただきたい。あ、インターネットでも見れる。はい。はい、あ、なるほどね、はい、ちゃん。こういう一般的なものと、はい、それからもっとこっちの方にずらっと並んでるのがありますけど、これは何ですか？一応ですね、これは私でもあの勝手にこう皆様が分かりやすいように、はい、いろんな講座があちこちで開催されている講座案内をこの辺にまとめてあります。あ、ここが講座案内ですね。はいはい、で今回うちの区からは食品表示から健康食品、薬、はい、それとも食品って感じの講座が10月の26日に開催されますので、そのご案内パンフです。今受付中です。なるほど、はい、健康食品、薬、それとも食品、食品、うん、なるほど、はい、で次が金融関係、金融関係、はい、あこれも消費生活なんだね。そうなんです。あ、なるほど。保険法も改正されましたし、はい、今クレジット、あそうですね、はい、してます。支払い方法でも、はい、その関係のお金絡み、はい、銀行絡み関係のパンフレット関係がこちらに置いてあります。わかりやすい投資信託会、はい、なるほどね、これも契約ですもんね。そうです。なるほど、はい、さらにありますね。次がですね、はい、あの今消費者庁ができまして、はい、あの私たち消費者の安全というものがとても重視されまして、はい、安全に関する資料が家電製品をはじめ、はい、いろんなところのデータをこんなふうにあります。ああ、そうか、はい、安全というのはそういう道具まで全て含めて安全て、はい、ああそういうことなんですね、はい、そして次がですね、はい、やはり私たちの基本は食生活、健康ですので、はい、その関係の資料がここです。なるほど、はい、食の安全、こちらが国の方の消費者安全委員会で出している機関誌ですね、うん、あそうですね、はい、ああ本当ですね、お、はい、そういうのも置いてあります。はい、で最後こちらが契約&悪質商法ということで、私たちの相談業務を多くを占める契約関係のパンフレットです。あ、パンフレット、パンフレットってこんな厚いパンフレットあるんですか？これはですね、パンフレットじゃなくて、通常は国民生活センターで450円で販売されている暮らしの豆知識といっても相当あの皆様に周知されている、うん、
私たちの機関誌って情報誌です、ね、あ、情報誌、はい、でも中央区印刷してありますよ、はい、これ。そうなんですよ。私ども2年に一度、区民の皆様のために区の予算で皆様に提供してます。あ、1年間に何冊か区が買って、はい、そうです。で、区民我々はどうすればいいんですか。あの、生活線でまず配ります。あ、生活線で配る、はい、その後、はい、こちらの窓口の方で自由に持ってって自由に持ってっても、はい、で持っていくとこれなくなるじゃないですか、でそれはどんどん増えるの。そんなことない。増えない。終わったらおしまいです。この年度は何冊って購入されて、はい、それが終わってしまったらなくなるわけです、ね、なくなるわけです。へえ、じゃあ早物勝ちってことで。そうですね。でこれは2年に一度で、その間にこちらの冊子、はい、あ、こちらの冊子、こちらは中央区独自のオリジナル消費者相談事例誌って言いまして、相談の中からいろんな皆様に気をつけていただきたい、はい、相談例とどうしたら解決できるかと、なるほど、皆様に注意していただきたいことが盛り込まれています。中央区、はい、こんな時はあなたなの、はい、うん、なるほど。あの、次のシリーズが出ます。次のシリーズですね。今年、はい、今年の生活点はこちらの配布になります。あ、生活点っていうのは今度10月24日、はいはい、あの時にもこれ配る、こちらを配る、この新しいバージョンを配ります。